までおよそ7キロメートルにわたって直径25センチの大豆が流れています。100度近いお湯が1分間に2000リットルも宇奈月温泉へ送られているんです。肌触りのいい宇奈月の美人の湯はあの海溝を通って山を起こしてくるんですよ。さあ、右前方です。細い吊り橋が見えますよね。あれはダムが建設された後もサルが海岸へ渡れるように作られた吊り橋です。サル専用のため手すりがないので私たち人間は怖くて渡れませんね。サルは本当に使ってるんですよ。運が良ければ群れで渡る様子を見ることができます。どうです？お猿さんいましたか？